それはタルコフ市に生息する無法者たちのことだ。奴らは同胞とじゃれ合い、時には欲望のために脅し、死体を貪り、必要であれば敵とさえ手を組む。そんな奴らを野放しにしている現状を変えるべく、我々は潜伏捜査を行った。そして得られた情報は、奴らは残り時間が20分前後のインターチェンジのモール内にて活発に活動しているということだ。この情報をもとに今からおとり捜査を実行し、マルヒを現行犯逮捕する。作戦はこうだ。インチェモール中央にて、我々は2階に潜伏。アイテムがたくさん入ったカバンを騎馬前に置く。もちろんマルヒの行動を抑えるため、タンクバッテリーを入れてある。そのカバンの中身を漁り始めたら、ライトマシマシ武器にて、全員で照射。そしてこういう。お前は包囲されている。そして現行犯逮捕だ。現在残り時間が約22分、そろそろ行動を開始する。まずはインチェのモール内へ。モール内に全員到着。2階へ上がり指定の位置につけ。 NPC 下部には我々の変装は効かない。敵に処理せよ。マルヒに悟られないようにうまく行動するんだ。とりあえず周りの安全を確保するんだ。ちょっと待て。なんか知らんの混じっとるぞー。あなた誰？どこから来たの？何を警戒してるの？私たちに背中預けちゃってるわ。この子完全に味方だと思われてる。私たちの変装が効いている証拠だ。なんか動きが可愛いな。新参者か？いや待て、こいつは我々に潜入しているのやもしれない。スパイのスパイ的なやつか。侮れんな。警戒しつつ様子を見ておこう。念には念をってやつだ。一応仲間アピールをしておこう。なんだこの小動物館は。かわいすぎかよ。もはや隊員のアイドルとかしているぞ。餌付けまで始めちゃって。私は騙されんぞ。そういえばライトつけるの忘れてた。あの子と私も遊びたいってわけじゃないぞ。断じて違う。めちゃくちゃ楽しそうだな。おい、あまり慣れ合うと情が映るぞ。その辺にしてそろそろ作戦を開始するぞ。おんおん、 NPC スカブか。まだいたのか。それではそろそろ配置に着くぞ。よし、今なら誰も見てないな。これあげる。かわいい。そのタバコは取れないよ。びっくりした。どうやら気に入ってくれたみたい。何見てんだー。恥ずかしい。ま、いっか。もしあの子あれが演技なら、それはそれで乾杯ですわ。可愛いものを可愛いと言って何が悪い。その後所定の位置にてマルヒを待つも、マルヒは現れず。作戦は失敗に終わりそうだ。
こうなったらあの子にカバンの中身を、全部あげてしまおう。一応形だけそれっぽくやって。包囲するもマルヒを逃がしてしまった、ということにして上に報告しよう。形だけでも実施すれば、今後のピース化の活動を少しは抑止できるだろう。なぜか私にはカバンが見えないが、今あの子は霊のカバンを物色中だ。あの子の物色が終わり、インベントリ画面から戻ってきたら、一斉照射しよう。全員準備して待機だ。いや長すぎませんか？え？まさかお気に召さなかったのか？介護担当、状況を教えてくれ。どうやらアイテムが多すぎて、パズルに苦戦&死者選択に強行している模様。もう少し見守ってあげたいが、残り時間も少ない。そろそろ作戦を実行する。形だけとはいえ上に報告するんだ。おのおのしっかりとやれ。行くぞ。一斉照射。お前はもう包囲されている。おいうるさいぞ。笑ってんじゃねえ。台無しじゃないか。てかまぶしすぎて何も。だからうるさいって。何も見えないしあいつうるさいから、下に行って様子を見よう。あいつはこの任務が終わったらクビだな。いや報告の仕方では全員クビもありえるな。さてさて、あの子の様子はどうかな。よちよち歩きのおじいちゃんになってる。タンクバッテリー重いもんね。仕方ないよね。かなり悩んだ結果何かを捨てたね。見た感じカバンだね。動きが可愛いなおい。え？まだ漁るの？そろそろ帰らないと。よちよち歩きじゃなくなってたし、あの捨てたカバンにタンクバッテリーが入ってるんだろうな。お、この位置からだと綺麗に照らされてる。漁り終わったかい？よしよし、ほんじゃ一緒に帰ろう。タンクバッテリーはうるさいあいつに持たせて、出口前であげることにした。いやー今回の任務はなかなか大変だった。だがライトが眩しすぎたのはよエゴさんだ。上に報告する時の言い訳になるからね。作戦は滞りなく進んだが、ライトが強すぎたため我々も眩しく、マルヒが見えなくなりそのまま逃がしてしまった。でね。インターチェンジの平和を守るための任務だったけど、インターチェンジはすでに平和だったね。優しい世界だった。だけどまだまだ危険な場所はいっぱいある。私たちの戦いはこれからだ。